彦坂直義です。基本的な、ね、問題を考えたいんだけども、例えば美術っていうのは何のためにあるのかっていう問題ですね。例えばジェフ・クンズがですね、掃除機をアクリルのボックスでこう囲ってですね、掃除機を美術作品にするとかですね、例えばシンディ・シャーマンが女性の最初の方のシリーズですけどね、女性の顔をこう撮って後ろに大きなビルディングがあって、それでなぜこう芸術が成立するのかっていう、でこの場合芸術が成立するかしないかっていうよりも美術作品として一応正当性があるのかっていう問題をまず考えたいんだけども、でこれは実はアルタミラの洞窟で、野牛を撮ってですね、その野牛を絵で描いてますよね。あれは一体何なのかっていう問題と実は同じではないのかっていうことなんですね。つまり、どうしたって原始人の人たちっていうのは、動物を飼ってですね、それを殺して食べていくってことは必要なわけですよね。だからそういう意味ではライオンがですね、やはり食べるために、他の生物を殺してですね、他の例えばシマウマを殺して食べていくと、でそこまでは別に同じだと思うのね。ところがほら人間というか、つまりアルタミラの洞窟の人、洞窟に絵を描いた人たちっていうのはただ単に狩りをしてですね、殺して食べるだけじゃなくてそれを絵に描いてるわけね。だけどライオンは殺して食べても絵には描かないよね。だから人間っていうのは絵に描かないと気が済まないわけですよ。でこれはいろんな理屈をつけて難しいことは語られるけども、つまり絵にしなきゃならないっていうようなこう根本的な部分があるわけね。でそういう問題を例えばシンディ・シャーマンの、ビルディングを背景にした女性の顔っていうのはそういう根本的な背景を、僕は成立させてると思うわけ。つまり、アルタミラの洞窟の絵を第一次、制作世界というふうに呼ぶとすると、現実にニューヨークならニューヨークに住んでいて、そこにたくさんの女性たちが歩いていて、その女性たちっていうのはまあアルタミラの洞窟のその野牛と同じなわけですよね。でつまり生活、自分の生活世界の中に、存在するわけですよ。だから生活世界の中に存在するものを、そのまま作品に、美術作品っていうか美術作品にしてしまうっていうか、つまり、人間が動物を食べた時に同時にその絵を描かざるを得ないというように、つまりそれは、難しい言葉で言っていけば、つまり自分がリアルに生きていくというだけでは気が済まなくてですね、一種の観念世界というか芸術という観念世界に、自分が二重に生きないと人間というものが満足しないっていうその、精神性を持っている存在だっていうことだと思うんですね。でそういう意味で、いわゆるグローバリゼーションの時にいる作家たち、特に世界的に評価の高い作家たちっていうのは、全くぶっちゃけですね、そういうアルタミラの洞窟に絵を描いてた人たちと同じように、その自分の生活世界の中にあるものをぶっちゃけで描いていくわけですね。だからジェフ・クンズの場合でもそうですけど、風船で作った おもちゃがありますよね。あれを、そのままやるわけですね。第1回目の最初の個展を見ると本当になんていうかビニールで作った おもちゃをこう会場に並べてるわけであって、でそれを金属彫刻にまで成長させるわけだけども、だけどこう根本にあるのは同じなんですよね。遊園地に行って、風船のお人形があるとすると、それが現実に存在するわけですから、その現実に存在するものを、芸術という領域に、美術という領域に持ち込んで、二重化するというの、つまり現実と観念の世界と二重化しようとする、人間というのはそういうふうに二重化せざるを得ないんだっていう、そういう、それは必ずしも美術だけじゃなくて、文章で書いてもいいし、写真で撮ってもいいし、音を撮ってもいいんだけど、どちらにしろその現実とですね、二重化した世界、それは第一次生活、第一次制作世界であって、すごくストレートなんだろうと思うのね。それをだからいろいろそれ以上に第一次政策っていうことを言ってるってことは、第二次政策もあって第三次政策もあって、そうするとだんだん話は難しくなるんだけども、この際その、
特にグローバリゼーションの時ですけども、非常にこうストレートにですね、自分の生活世界の中にあるものをそのまま芸術っていうか美術に転換していくという、でそれがだから、その当時の言葉で言えば、つまりポップアートとかネオポップアートっていうことなんだと思うのね。ポップアートで言えば、まあ、彼アンディ・オーホールが一番生にやるわけですよね。キャンベルスープがあると、そのキャンベルスープを、そのままつまり作品の側に転換するというか、だからそのキャンベルスープの缶の、あれは彼がデザインしたわけじゃないからね。でそのままをこうずらーっと並べていくわけでしょ。僕はあれ大好きなんですけどね、だからつまりポップアートがなぜ出てくるかって言った時に、そのポップアートってポップっていう意味ではなくて、それはつまりアルタミラの洞窟の壁画と同じなんではないかと、つまり生活世界の中にある普通に見慣れているものを、そのまま芸術の領域に持ち込んでくると、あるいは美術の領域に持ち込んでくると、必ずしも芸術にならなくたっていいんですよね。美術の領域に持ち込んでくればいいんだっていう、そういう主張だったのではないかというふうに思います。先ほど話したですね、第一次制作世界っていうのの上にですね、第二次制作世界っていうのがあるわけですね。第二次生活世界っていうのは、まあ、あの私たちだと日本にいて、日本列島があって島国であって、で日本の歴史があって、そこに日本の美術史があってっていう、そういう日本っていうふうに、まあ、その風土ですよね。各地域、まあ、日本人じゃなくて、まあ、アメリカ人ではアメリカの風土であるし、ドイツ人ならドイツ人の風土があって、もちろん人種的にはもっと複雑な問題っていうのはあるというふうには思いますね。例えば日本で言えば、在日朝鮮人の方がいて、まあ、非常に複雑な政治的背景を持っているわけですよね。でそういうことも含めてですね、とにかく、第二次っていうのはそういう領域ですね。共同体の領域と言ってもいいですけども、そういう問題があるわけです。だから例えば、村上隆さんがですね、あの黒田清輝の、になんていうのオマージュを捧げるような形で、3つのなんていうの女性の裸体像を描いてますけども、ああいうことをせざるを得ないっていうのは、だから日本に生きてるっていうこと自体を、まあ、ある意味で無批判にこうやるわけですね。私で言うと黒田清輝がですね、印象派の パリに行っててですね、印象派の時代のパリに行ってて、にもかかわらずラファエル・ゴランっていうですね、中途半端な作家を持ってくるっていうのはね、私はかなり罪悪であって、肯定的には語れないんだけども、まあ、日本のこの美術権力機構というか、そういう中で見れば、黒田清輝さんは大きな影響力を持ってるわけですね。現実に、東京文化財研究所かな、あそこなんかは、黒田清輝のおかげでできてるわけですね。私なんかでもずっとお世話になったので、感謝はいたしますけども、あのまあ日本の美術史が狂ってる大きな根幹っていうのは、印象派の時代に印象派を持ってこないで、ラファエル・ゴランというヌードの絵を持ってきて、それをあがめ立てまつる、流れがこう村上隆にまで来てるっていうところが、まあひどいなというふうに思います。歪んでいてね。まあでもそれもまた、まあ、現実ですからね、あの変えられるわけじゃないわけですね。今さら黒田清輝の時代に戻って黒田清輝に説教してですね、あの、せめて、モネを持ってこいって言ったってしょうがないわけですからね。だからどちらにしろそういうこう日本という風土とか歴史とかっていうものに規定されていると。で私の場合で言えば、現代美術の作家でありながら第1回目の デビューはですね、和風の日本建築で八丈間にラテックスっていう、まあ生のゴムですけど、ゴムをザーッと流してという作品なんですね。それをだから日本の家屋というか自分が住んでいる場所そのものを芸術作品にしてしまわないとならないっていう、こうなんていうかな、ある種の切迫感みたいなのがあったわけですね。あともう一つはですね、風景ですね。あの、祖母と母とで結構伊豆半島に行ってるんですけどね、そうすると伊豆まで電車で走ってると、山が切れてですね、その向こう側に海が見えるんですが、それがなんか海が立ってるように垂直の海、アップライトシーっていうそのコンセプトを受けるのは、実際にそういう海を見て、そしてまあ反省すると、日本列島っていうのはまさに島国であって、周りを 海という壁がですね取り囲んでいるというふうに思って、それでまあアップライトシーっていう作品を、これもデビューの最初の展覧会ですね、京都書院ホールでやりますけども、
まあ、そこで展覧会をしたっていう形で、私自身はですね、日本という風土とか土壌とかですね、あと日本人というものですかね、その良くも悪くも日本人というものの持っているこう、まあね、まあ温和な人々って言えば温和な人々がいて、ということに、深くこう反省していこうという気持ちがあるわけですね。で、だけどどこでもそうだと思いますけど、まず美術が先にインターナショナルであるのかっていう、まあ、インターナショナリズムの、美術っていうのも当然あり得ると思いますけども、まあ横で足からその自分が生まれた国とかその土地柄とか風土とかそういうものは大きくあって、それを考えて美術を作っていくっていう部分が第二次制作世界なわけです。はい、そういうわけで第一次制作世界と第二次制作世界の二重性があるわけです。で、さらにもう一つ第三次制作世界というもう一個3階建ての上があるんですね。まあ本当は4階建て5階建てなのかもしれないけど、とりあえずは3階で語りますけども、第三次制作世界というのは、簡単に言えばその宇宙観というかですね、そういうものですね。で、古代、まあ、原始社会で言えば、まあ、一種の神話の世界があるわけですね。神話の世界があって、それが何らかの形で反映して美術作品が作られてくるっていう面があるわけですね。で、まあ、ある段階から古典物理学っていうかニュートン物理学が登場してくると、それに沿って美術作品が作られてくると。で、その場合には結構確固たるものがあるわけですね。その今目に見えているそのここならここの公園というものは確固として現実があって、でそれは疑いようもないものとしてあるという古典的な世界があるわけです。で、それに対して今は、もう一回大きく変わってですね、量子力学の世界になってですね、量子力学の世界っていうのはもっとですね、何を言ってるかよくわからない、あの非常に不安定で流動的な世界観です。宇宙そのものもなぜできてるかっていうのも、説明できるわけではないんだけど、量子力学で言っていくと、まあ、相補性っていう、つまり光がですね、波であると同時に粒子であるっていう、その波であって粒子であるものは存在しないんだけども、しかし光は波であって粒子であると。で、こう実験を繰り返すとですね、非常に不可思議な構造をしてきて、まあ、それどうしてそうなってるかってことも、まあ実は説明できてないんだけども、しかし現実に量子コンピューターっていうのももうできてきてですね、スピードが全然速くなるんですね。だからこういう iPhone とかですね、あのゲームですね、ゲームなんかにはそういうものが直接入ってきていて、私たちの生活の中にその量子力学的な部分が入ってるんですね。そうするとその量子力学的な部分を美術作品の中に取り込んでくるって、私なんかでも積極的に取り組んでますけども、そういう形で作品を制作してくると。つまりとりあえず第一次生活制作世界と第二次制作世界と第三次制作世界と1,2,3 という三重構造でですね、現代の美術っていうものは作られてきてるんだっていう主張なわけですね。で、まあ素朴な方は、まあ、第一次だけでやると。で、第一次だけで制作するっていうのは非常に素朴に作れますから、それが、まあ、ある意味で本質的な制作だろうというふうに思うんですね。まあ以上でありまして、まあ普通に制作っていうことをですね、こういうふうに難しく言うっていうのもないんですけど、不分けをしてですね、三重構造で考えるってことは、自分の政策がいいか悪いかっていう問題を考えていくときには結構重要なんだろうというふうに思います。とりあえず夜の散歩の最中にですね、動画を作りました。ご清聴ありがとうございました。